はい、皆さんこんにちは。私は今皆さんショーをご覧いただいているスタンドの方へとラスを見に行きました。さあ、こちらでは新パラライブ TV、 風が強い中ですが楽しんでいただいております。皆さん盛り上がってますか？はい、ありがとうございます。ぼちぼちの盛り上がりです。さあ、ではですね、こちら中継コーナーですが、一体何をするかと言いますと、せっかくお客様と距離が近いのでインタビューしてお話聞いていこうと思います。じゃあまずこちら側からいきますね。では私のインタビュー答えてくれる人。さあ、まさかのゼロです。じゃあ強制的にいきますね。ではじゃあまず、じゃあお兄ちゃん、こんにちは。いいですか、インタビューしても。兄ちゃん、こんにちは。そうなんですね、ありがとうございます。じゃあお兄ちゃん、あなたも新パラ楽しんでください。ありがとうございます。さあ、ではあ、じゃあこちら側行きますか。ではお兄ちゃん、こんにちは。懐かしくなっちゃったね。はい、ありがとう。じゃあお兄ちゃん、この後楽しんでね。はい、ありがとうございます。ではどんどん切り替えていきますね。ではインタビュー答えてくれる人。お兄ちゃん行けますか？じゃあこちらのお客さんも行けますか？では、じゃあ失礼しますね。お兄ちゃん、こんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。ありがとうございます。お兄ちゃん、好きな動物さんって言いますか？恥ずかしかった。ありがとうございました。この後も楽しんでください。さあ、まさかの地獄の展開とやってきました。じゃあちゃんとインタビュー答えてくれる人。救世主のお兄ちゃん、行きますか。では、ではすみません、前失礼しますね。では、お兄ちゃん、こんにちは。こんにちは。こんにちは、ありがとうございます。お兄ちゃん、せっかくなので、好きな動物さん、いますか？イルカ。お、イルカさん、イルカさん、イルカのどんなところ好きですか？かわいい。かわいいところか。ありがとうございます。じゃあね、この後ゆうかさんやってくるので、ぜひお兄ちゃん楽しんで帰ってください。ありがとうございます。さあ、ではですね、まだまだいきますよ。こちらインタビュー答えてくれる人。はい、お兄ちゃん、じゃあね、かわいいぬいぐるみ持ってるんでいきますか。じゃあお兄ちゃん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。じゃあお兄ちゃん、白ゆうかさんのぬいぐるみ持ってるね。白ゆうかさん好きですか？好きです。あ、じゃあ好き。じゃあショーでやってきた白ゆうかさんたち、どうでしたか？楽しかった。ありがとう。じゃあお兄ちゃんでね、どうやらインタビューコーナー最後となったので、私と一緒に元気よく締めてもらいたいんですが、大丈夫ですか？とても簡単ですよ。お兄ちゃんも行こうか。私がシンバラーと言ったら、お兄ちゃんたちで最高って元気よく言ってもらってもいい？ OK。 じゃあね、前映ってるので元気よく最後頑張りましょう。それでは行きますよ、シンバラー。